1993年18歳の時にこちらで大ブレイクします、うん、フジテレビ一つ屋根の下で大ブレイク、伝説のドラマですもん、はい、これが最高視聴率 37.8%、 すごいですね、はい、江口洋介さん、福山雅治さんの弟役で人気が爆発しました。その当時の写真ご用意してます。いやかわいい、かっこよすぎるやん。かっこよすぎますよね。もう急にだから世界がと変わった感じですよね。もういきなり変わりましたね。ね、周りがもうどんどんこうなんて引いてくみたいな。引いてく、こうわーって持ち上げられて引いてっちゃうみたいな。あ、でそれがもう本当に怖くて。この時って事務所は石田さんの事務所なんですか、はい、そうです、父の個人事務所です。事務所で、はい、でギャラは歩合なんですか。歩合というか、なくなったらあげるからっていう。急にお父さんっすね。急にお父さんのやり方だいぶ入ってるはずや。一つ屋根の下で。いや、そりゃそうよ。それ何歳の時でしたっけ。16歳、17歳、18歳。狂いますね、絶対。おかしくなりますよ。そうっすよね、絶対そうっすよ、ね、もうおかしくなりますね。住んでた家なんかはかなり家賃は高かった。いくらですか。200万円家賃。家賃、当時で。当時で何があるんですか、その200万の家。200万の家、2フロアなんですよね。2フロア、まずマンションの。マンションでコンクリート打ちっぱなしの2フロアで、はい、で玄関入ると階段、まあ、地下なんですけど、はあ、半地下みたいな感じで、地下に庭園があって。よくない家ですね。そうなんですよ。あまり風水的には実は良くなかったんですけど。そして90年代後半に数々のヒットドラマに出演。さらに女性ものの衣類やアクセサリーなどを身につける女性的な男性フェミオブームの火付け役となり、時代の寵児に。やっぱ女性も寄ってきましたよね、はい、まあ当然ね、山ほどね。はい、歩けばもうみんなついてくるような感じですか。渋谷なんかに行くと、もうセンター街とか、はい、車で通りがかる、うん、車で、はい、車でもうサファリパーク状態見えないんですよ。もう私やってみたいな。うわやろうよとか、交差点の向こうから戻ってきそうみたいな。やろうよ一斉とかって言われて、キャバクラの呼び込みの姉ちゃんが。いやーすごい大モテや。あと地方とかに行くと、うん、例えばあのスポンサーさんで夜のお店 の, そのキャバクラのグループがついてくださったりとかして、接待みたいな感じ。そうですね、はいはい、でお店に行っても何百人というその女の子と写真撮って、はあ、でその後にあのオーガナイザーさんが来て、うん、いい子いましたって言って、はい、あ、まあいました、誰ですか、持って帰ってくださいっつって、うわとか言われたい。持って帰ってください、持って帰ってください、言われたい。そんな人気絶頂の頃、どのくらい収入はあったんでしょうか。さすがにずっとお小遣いじゃないですもんね。ところがお小遣いだった。噂によると親父はボルホーだって聞いてたんですね、うん、あんな柔らかい感じでボルホーだ。人が変わったようにボルらしい、怖っ。ただあの20歳とか、まあ、21、23、いつでもいいんだけど、お前がしっかり大人になったと俺が判断したら全部やるから、もうボランティアだからって言ってたんです、はい、銭に貪欲だったという純一と交わした男と男の銭の約束。しかし1998年、一生さんは金銭トラブルに遭います。それがこちらです、うん、ギャラ詐取事件。その時にいろいろもらうお金としては、うん、まあいろいろ考えてはいたんですね。いくらぐらいなのかなって、 CM これぐらいやったし、はい、ドラマもまあ主演だけどこれぐらいやったし、だいたいわかるじゃないですか、うん、はいはい、雰囲気で相場もいろんな人も聞くし、聞くし、うん、そんな最中にもらったのが3000万円だったんです。そう、3000万円、いやすごい額、すごい額です、うん、何に対しての3000万ですか。今までよく頑張ったなおっていう3000万円だったんですけど、おあれ少なくないと思って、まあね、今までの分ですからね。どうしたんだという話になって、はいはい、まあいろんなそのプロデューサーさんとかのお話が、うん、ちょっとお前取られてないか、ぼったくられてないかって、うん、なって、はあはあ、
そうですよね、おかしいですよねみたいな話で、ね、3000万はちょっと少ないんちゃうかと問いただしたわけですよ、はい、お父さん、はい、どうなんですかと、恋人のジャガーになっていたり、恋人のハワイのジャガーになっていたり、面白い理由恋人のロスのジャガーになっていたり、ジャガーになっていたり、都内の高級マンションになっていたりとか。はあ、それを言ったんですか、お父さんが正直に。言ってはないですけど、ずっとこうやってました、ね、俺やってねえ、俺やってねえ、俺やってねえからな。じゃあなんでジャガーって分かったのは同行経由なんですか。ジャガーがやたら増えてたからです、ね、じゃあジャガー、じゃあジャガー。 YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。